り見てます、現実もしっかり見てます。でもそれ以上に、それ以上の夢を我々まだまだ見ていきます。起きてる時も寝てる時もいい夢見ましょう。東京アルゴリズムさん、ありがとうございました。便利なものが増えてお腹いっぱい。